年間1000本のテストを作る編集プロダクション、プラトゥーワンです。今回の動画は情報チームからです。どうぞ。プラトゥーワンの仕事内容をお伝えしているシリーズ、今回はこちら理科チームの作業内容をご紹介します。それでは今どんな作業をしているか見てみましょう。こんにちは。こんにちは。今どんな作業をしていますか？図版の指示書の作成をしています。図版指示書というのはどういうものですか？テストに使用する図版を作成する際に、弊社にある図版のデータベースを基にしてこのように修正をするよという指示を入れる作業をしています。図版指示書で気をつけている点はどんなことですか？はい、理科は特に図版を多く使う科目なので、スピーディーにかつ図版の作成者の方に指示が伝わりやすいように丁寧にかつ簡潔に作成することを心がけています。ありがとうございます。他の方にも聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。今どんな作業をしていますか？ファクトチェックをしています。ファクトチェックで気をつけている点はどんな点ですか？実際の現象と正しいかどうかを気をつけているので、こういうふうに論文などで見ることもあります。ありがとうございました。今回は理科チームの様子を紹介しました。いかがでしたでしょうか？次回の業務内容紹介動画もお楽しみに。いかがだったでしょうか？今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。